で5箇所くらい刺されたって。みんなどんだけ肌出してるの そういう問題じゃないっていうね。ねえ、みんなもっと前に刺されてた。あれ、しかもなんかこの肘裏刺された。肘のちょい裏でもないか、肘のちょい上みたいな場所。みんな早っ。みんな何、タンクトップとさ、みんなタンクトップと短パンで過ごしてる、もしかして。そう、なんか骨近くかゆいのよね。ね、骨近くやめてほしい、刺すの。あゆは嫌なのが骨近くとまぶたと、あとどこだっけな、どこかすっごいかゆいところあったんだよね。どこだっけ、ちょっと忘れちゃった。そう、まぶた時々あるんですよ。そう、なんかそれこそ一昨年ぐらいにあったかな。あ、去年もあったわ。去年もだけど、まあ結構毎年のようにまぶた刺されるんだけど。そう、本当嫌ですよ。本当に嫌だ。もう最悪ってなる。もうなんか最悪どころじゃないの、もうなんか諦めちゃうよね。もうなんか、あ、もう諦めようって、なんか何も全て諦めようってなっちゃう。 でもなんか一回すっごい治り早かった時があって、なんかそれこそさ、買ってかゆくなるじゃん。そう、買って痒くなるからさ、まあ、夜中に痒くて目が覚めたの。あ、まぶた刺されたと思って。そう、それで起きて、夜中、ああ、もう腫れてる腫れてると思って、あ、もう諦めよう思って、諦めて、まあ、寝たんですよ。そしたら朝起きたら治ってたっていう。そう、早くない？寝たら治りました。その時は、あ、すっごいラッキーって思ったけど、なんか時々治んない時あるから、そう、そういう時は、そう、もうなんかどうしようかなって。去年が治りにくかった気がする。去年1日半ぐらいかかったな、俺。そう、本当にね、ちょっとね、蚊が多くなってくる時期だと思うので、みんな頑張ってください。刺されないように 刺されないように頑張ってください。のいい地域とかあるのかな、わかんない。どうなんだろうね、わかんないけど。はい、まあそんな感じですね。そんな感じですね。なんかさ、あゆさ、あれが密かに楽しみで、あ、全然話変わるんだけど、蚊の話じゃ全くないんだけど、さ、なんか公演のメンバー発表されるとさ、コメントみたいな、なんかスタッフさんが書いてくださってるじゃないですか、今日。 今日の皆さん見ました？そう、K が発表されたじゃないですか。チーム K の山が3人揃いますみたいな。 あれさ、なんかずんちゃんのツイート台見たんだけどさ、笑っちゃった、あれ見た瞬間。
まさかのまさかのコメントすぎて笑っちゃった。あれ面白いと思って。でもあれ誰が書いてるんだろう。でもあゆは多分あの方だろうなっていう方がいらっしゃる。多分チーム K のあの方だろうなみたいな。そうそうそう、一人浮かん浮かんでるんですけど、そう浮かんでて、そう面白いよね。なんでいきなり。でもさ、なんかだんだん書くこと困るは困るだろうねそのさ、なんて言うんだろう、公演がめったにないとかでもないわけじゃないですか。3人揃ったことないのか。いや、あります。1回、前回揃って、そう前回揃って2回目ですね。だからかね、だからだよね。ちょっと MC で触れるところあったら触れよう触れようって思った。忘れてなきゃ、ゆが。そう、忘れちゃうかもしれないけど、覚えてたら触れます。あはそれね、チーム K のマネージャーさんで、ね、モステレビのクイズでチーム K の山さんに答えられなかった。それね、それね。山開き富士山したからね。そういうことか、そういうことか。だからかだからじゃないっていうね、絶対に。いやね、でもまさか、まさか、なんて言うんだろうコメントでまさか触れられるとは思わなかったから、本当面白かったっていう、ただただそれだけみんなまだ見てない方見てほしい。はい、見てください。なんだっけ、どのパフォーマンスが好きかみたいな感じだったよねでもさ、3人とも確か踊り方違うよなって思ったね。ズッキーもズンちゃん前もみんな違うよね、踊り方ね。だからなんか、まあまあ、どのパフォーマンスが好きかはい、ちょっとみんな決めていただけたらなと思います。見ときます。って見てね。はい、まあそんな感じでね、系のコンサートも近づいてきてますよ皆さんね。毎回触れちゃう、系のコンサート近づいてるねって触れちゃう。いやでもね、楽しみ、楽しみだな。アイはね、アイのね、これ見てねポイントは、あの曲と、あの曲と、あの曲あの曲と、あ、待って、まあ、あの曲は絶対だとして、あの曲も見どころだし、あの曲もいいんです、皆さんそう、いや3つ以上あるよ、3つ以上。コンサートの頃も絶対暑い。だって8月だよ、8月、夏休みに
入りまーすって入ってまーすってところじゃない。で夏っていつが暑いの、いつが一番暑いの、それ気になってる。8月が暑いのか7月なのかさ9月なのか、えどこが暑いの一番、どこなんだろうね、え分かんない。セップ横浜ですよ皆さん、横浜初めてな気がする。セップ横浜、あ今頃が一番暑い。8月ってかと思える。まあいつでもいっかいつでもいっか、まあ暑いのには変わりない。あ8月ってじっちゃんが言ってたって、じゃあじっちゃん信じよう。みんな8月だって一番暑い月らしい、コンサートでもさ確かに暑そうだよね8月って、なんか響きだけで分かんないけど。今ってまだ夜はそんな暑くない、もっと暑く、ええー、暑いよ。クーラー手放せない、なんなら今もクーラーついてるもん、手放せないよ。朝はまだ、朝しか無理。でもさまだ今日はさまだ涼しい方じゃなかった、風が強かったからっていうのがあるのかな。まだねまだ耐えられたけど、基本朝しか耐えられない、早朝しか暑ーってなってる。あとはもうずっと明日も38度ぐらいになるって東京だって。もうお風呂だって、お風呂ね、みんな頑張れみんな頑張れ、38度、明日38度だって。朝5時くらい、あー涼しいの、ギリ6時、ギリ6時台まで。7時に入ると暑い時も暑いって感じ。待ってコメントでさこれどういうことコメントあった、そうそう日傘ないんだけど、雨の日のさ傘をさし、晴れの時にさしてもいいかな、変だって、絶対変でしょ絶対変でしょ、絶対それは変だって、それはもうだって雨じゃん、雨の傘じゃん、日傘じゃないからね、それは変だよ。シンプルに変だよちょっとあの日傘買おう、それなら前日傘なんて刺さない、刺さない、日焼けしたくないけど、なんかさライがシンプルに、ま、荷物増やしたくないのもあるしさ、あるっていうのと、なんか手に持つのもあんまり好きじゃないっていうのと、あとなんか邪魔になっちゃいそう、なんて言うんだろう。でもさ、まあ、刺してる夏刺してる方多いからそれさあれだとは思うんだけど、なんかまあ道ってさ限られた幅じゃん、そう雨ならまあしょうがないんだけどさ、晴れの日になんか刺しちゃうと邪魔になってないかなって思いが出ちゃうから、そう相手気に刺さない、そうえそうなの
なんかそう、なんか道の幅が限られてなかったら多分刺すかもしれないんだけど、わかんない、刺さないかもしれないけど、そう道って限られてるじゃん、もう幅が、歩けますよの幅が、そうだからそう邪魔になっちゃうくらいならやめようっていうのもある。そう、そんなに狭い道、いやなんか狭い道ではないけどさ、傘ってまあ普通にさ直径どのくらいなのわかんないけど、まあ普通にあるじゃんこの円が。そう、そうだからさ、なんかさ、なんていうんだろう、しかも道って1対1でこうすれ違うわけでもないじゃん。なんかさ、例えばまあじゃあ3-3でこうなりますみたいな時に「ああ」みたいになっちゃってもさ気まずくなっちゃう「あみたいになっちゃうから、そう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 、感じだね。はい、まあそんな感じで、まあでもね、刺したかったら全然刺していた。これは一山部愛の個人的な考えでございます。はい、そんな感じです。ではではランキングを読みたいと思います。はい、なんかさ、縦でさ携帯配信するとさ、どこがランキングかわかんなくなっちゃうんだよね。どこだっけ、あ、ここだ、あった、あった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 。13位ゆきみつさん、ありがとうございます。12位 FANGYU さん、ありがとうございます。11位ひでさん、ありがとうございます。10位カモンさん、ありがとうございます。9位ザキヤマさん、ありがとうございます。8位翼欲しいさん、ありがとうございます。7位プラハタハさん、ありがとうございます。6位早やきなこさん、ありがとうございます。5位ギャローさん、ありがとうございます。4位ナミさん、ありがとうございます。3位あやのさん、ありがとうございます。2位ひびきちゃん、ありがとうございます。1位あーちゃん、ありがとうございます。はい、見てくださった皆さんもありがとうございました。ではではまた明日。